どうも、ふなしゲームズふなしです。今回は FIFA 20で追加される、一番の目玉となるアイコンのジダン選手について能力を徹底的に予想していこうかなというふうに思います。でおそらくね、追加されるアイコンの中で、一番優秀で一番使われる、ミッドフィルダーの選手になるんじゃないかなと予想しております。まずは、ジダン選手のですね、まず経歴等々をね軽く紹介していきたいと思います。有名な選手なんで知ってる方も多いとは思いますが、改めておさらいといきましょう。まずクラブチーム全てでね4つだけです。そんなにねこうコロコロ移籍した選手ではないです。でまず1988年から1992年、リーグワンのカンヌというチームに所属して、その後4年間、ボルドーに移籍します。そしてその後1996年から2001年ここが、ユベントスに、移籍してます。セリエやでも、活躍した選手、意外とねこうレアル時代っていうのが一番有名ではあるんですけど、ユベントス時代も、かなり活躍した選手です。そして、前世紀かな。前世紀は、レアルマドリードで5年間プレーして、非常に活躍した選手です。で、その後、レアルのね、監督に就任して、今ね、こう指揮官としても活躍している選手になります。そして、タイトル、チームのね、タイトルとしては、ボルドー時代にインターとトカップ、そしてユベントス時代にはセリエ A のリーグ優勝を2回、2年連続でしていると。そしてその後はスーパーカップとかコンチネンタルカップ等々カップ戦も優勝してます。1996年、1997年というのは非常にユベントス強かったですね。そしてレアル時代は、リーグ優勝が2002年から2003年。で、あとは、チャンピオンズリーグも、優勝していたり、スーパーカップ等々、いろいろね、優勝してます。かなりタイトルに貢献した、選手の一人ですね。この時のレアルっていうのは非常に銀河系って言われていて、もう、強い選手ばかり。で、アイコン選手だと、ロナウドとか、あとはフィーゴとも一緒に、ジダンプレイしてますね。そして個人タイトルもね、かなり個人タイトル取っていたので、これ一部です。あと6個7個ぐらい取ってます。もう総なめですね。で、そこでもね、その中でも有名どころとしては、リーグワン年間最優秀、若手選手、そして1996年に年間最優秀選手賞を取ってます。で、これは昨年2018年はネイマールが取っていたり、その前はカバーニが取っている賞になります。そして年間最優秀外国人選手であったり、あとは UEFA 年間最優秀ミッドフィルダー賞を取っていて、これ1997年から8年で、取っていると。で、ここ最近だと、モドリッチが2年連続取っている賞になります。そして、世界年間最優秀選手を1998年に、取っています。で、これは2年間、今ね、過去2年間はクリスチアーノ・ロナウドが、取っている賞です。そして、フランス最優秀選手であったり、ワールドカップベストイレブンに、選ばれています。そして FIFA 年間FIFA 最優秀選手賞を3年間取っていて、で、これ去年モドリッチが取った賞ですね。もう今までずっとメッシ、クリロナっていうのが取っていたんですが、昨年はモドリッチが取った賞になります。そして、一番有名ですね、バロンドール、バロンドール取ってます。1998年に、取っていて、
まあ、やっとアイコン選手として来たなっていうような感じですね。で、昨年はモドリッチが取っている。で、その前は2年連続クリスチャーノ・ロナウドが取っている賞になります。で、そしてセリア最優秀選手賞であったり、あとはチームオブザイヤー、これも3年間取っている賞になります。で、最後リガ・エスパニョーラの最優秀外国人選手。もうタイトル総なめですね。もうこれ見るだけでどんだけ優秀だったか、どんだけすごい選手だったのかっていうのがわかると思います。で、ここから本題に移ります。まあ、果たしてジダンの能力がどんな感じになるのか、で、まあ、どういう選手なのかっていうのをね、まあ、どこが得意でどういう能力側に優れているかっていうのを、まあ、予想していきたいと思います。で、ジダンの、まあ、能力調べるにあたって一つ参考になるのがウイニングイレブンの過去の作品と、あと昨年のあれはまあアイコン選手みたいになるのかな、ウイレでの能力っていうのをちょっと調べてみました。それがこちらです。まずオフェンス能力非常に長けてます。ミッドフィルダーなんですが、攻撃的ミッドフィルダーなので、まあシュートもでき、パスもできると。で、ドリブルもできる。まあ、非常に優秀な、ミッドフィルダーの能力ですね。オフェンスがだいたいまあ90超え。そしてボディバランスが非常にいい。ここね、FIFA は非常に重要なので、まあ俊敏性かな？俊敏性っていうのは結構高いんじゃないかなと思います。そしてスタミナはだいたい80ぐらいでしたね。で、足がちょっと遅いんですよね。まあ、クロースほどではないけど、まあ、モドリッチに近い能力なのかなと思います。だいたい70後半から80前半でしたね。そして反応はそこそこいいです。83とかだったかな。で、ドリブル精度がね、非常に能力高くついてました。だいたい90後半。そして、ショートパスも非常に90超えで、高い能力。で、ロングパスも非常に高かったですね。そしてシュート。シュートもだいたい80後半から、90中盤まで値がついていたので、もうここも期待できますね。そしてフリーキック。フリーキックこれ結構高い数値出るんじゃないかなと思います。だいたい80後半。で、カーブもだいたい80中盤ぐらいついていたので、まあ、フリーキックに使うこともできるんじゃないかなと思います。で、そして、まあ、一つジャンプの能力が、まあ、低かったので、その、まあ、ボランチで使うというよりかトップ下で使うことが多いと思うので、まあ、あまり気にはならないのかなとは思います。で、あと逆足速度、逆足精度っていうのが、これ一番左87になってると思いますが、おそらく10段階で87、まあ、結構高いですよね。で、真ん中がおそらく5段階で32なので、ちょっとね、こうシリーズによって評価が違うのでどうなるのか。で、ジダンって逆足どうなのかちょっと話わからないので、まあ、この辺がねどうなるかっていうのは一つ重要かなと。 FIFA は非常に逆足精度重要になっているので、もう両足蹴れるか蹴れないかで、スカットに入れる入れないっていうのは非常に変わってくる。で、FIFA の場合、アイコン3段階出ます。一番前世紀から、まあ若い時の3段階、プラス、まあ一番能力が高い、一番上も出ますね。4段階で出るので、まあそこで逆足精度、まあ逆足とスキルムーブがどれぐらい変わってくるのか、もしかしたら一番下のバージョンっていうのは、まあ微妙だったりするかもしれないですね。で、あとジダン非常にこう人気、世界的に人気な選手なので、こう能力以上に、その選手人気で高い値段がついてしまうと、ちょっと手が出せない値段になるのが嫌だなと思いますね。一度でいいからまあ使ってみたい、FIFA20では使ってみたい選手ですね。で、このウイニングイレブンの能力から、ちょっと船橋が予想した能力としてはこちらです。
うん、おそらく96もつかないかな、95、96、94ぐらいになるかなと思います、総合値。そしてペースがね、おそらく82から、まあ、よくて85で、シュートっていうのは非常に能力高くつくと思います。90中盤はつくんじゃないかなと思ってます。でパスは90後半いくと思いますね。そしてドリブルもできるので、まあ、96はつかないかな、92とか3とかになるかなと思います。でディフェンスはまあ置いといて、でフィジカルに関してはボディバランスが非常に高く値ついていたので、ウィニングイレブンの場合88、87、90いかないぐらいつくんじゃないかなと思います。まあ、非常に強いアイコン選手であることは間違いないんじゃないかなと思いますので、期待できると思います。はい、ということで、以上で、次弾の、能力予想の動画になります。非常に個人的にも楽しみなアイコン選手ですし、まあ、使いたい方非常に多いと思いますが、先ほど言ったように非常に選手人気っていうところで、使い勝手とかゲーム内でのまあ強さよりも少しこうプレミア価値になってる可能性っていうのは高いかなと思います。でやはりトップ下で使いたいですね。でトップにクリロナ、あと誰かな、トップクリロナ、トップ下ジダン で、あとボランチにクロスとかね、まあレアルマドリードの今の現役の選手と、まあ、あと右にフィーゴとか入れたいね。銀河系作りたいなというふうには思います。おそらく対戦したらめちゃくちゃ嫌われるスカットだとは思いますが、楽しみです。では今回の動画この辺になります。よければね、この能力予想の動画の評価、まあ、コメント等でね、この選手もやってみてくださいとかいうのがあれば、気軽にコメントください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今回の動画はこの辺で。またね。